ソブ 95V41974 サーブ95は、スウェーデンの航空機メーカーサーブの自動車部門が1959年から1978年まで製造した乗用車で、サーブ93.96のワゴンモデルである。縦置きの前輪駆動で、長い下り坂での焼き付きを防ぐフリーホイール機構を持つ点は93と同様であったが、95で、 最初に用いられたエンジンは、水冷、2サイクル、直列3気筒、排気量 841cc であった。当時の93は 750cc であったが、95では、ワゴン化による車両操縦量増加を考慮し、排気量が拡大された。95の後を追う形で1963年以降の96も 850cc となった。 1967年以降は96と同様フォードタウンス 12M15M 用の4サイクル V 型4気筒エンジンに変更され 1498cc55 割機となった同時にヘッドランプが丸型から角型となった1976年モデルでは後ろ向きのサードシートが廃止され一般的な5人乗りとなり1978年 96より2年早く生産中止となった。累計生産台数は11527台であった。ノルウェーデンマーク向けにはパネル版が作られたほか、ピックアップトラックに改造された例も見られる。ありがとうございます。